五体カメレオンは、爬虫古有林木カメレオンかフサイカメレオン族に分類されるトカゲ。別名スパイニーカメレオン。マダガスカル南部から、西部最大全長55センチメートル。メスよりもオスの方が大型になる。体色は、灰色や褐色が中心。皮膚には丸い大型ウロコが混じる。種小名バーコススは、イボのあるの意で、この大型ウロコに由来すると思われ、英名と同義。 またこの大型ウロコがボタンのように見えることが和名の由来。小中線上には鋭く大型のトゲ状のウロコが並び英名の由来となっている。オスの方がトサカやクレストが発達する。砂漠やサバンナの乾燥した森林に生息する。植生は動物食で昆虫類や節足動物等を食べる。繁殖形態は卵性で。 一回に30から50個の卵を1から2回に分けて途中に産む。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。主に野生個体が流通しているが、マダガスカルの動物の輸出は減少傾向にあるので今後は流通量が減少していくと思われる。もともと乾燥地帯に生息するため乾燥に強く、飼育が難しいとされる。 カメレオンの中では丈夫な方だが、野生個体は体内に寄生虫を持つので苦虫を行う、必要がある。ありがとうございます。